ゃなんかくすんでる顔が。めっちゃ肌が荒れてるからあれなんですけど、でも私は肌を直すのでおでこ。えな、昼の髪の毛何がいいと思う？おさげにしようかなと思って。何にしようか。あ、確かに。あ、確かにおさげいいな。ひとり先生さん、ハートありがとうございます。でもおさげなんて奇跡でもできるから。ハートありがとうございます。ハートハート。なんか思ってんのは、え、これ言っていい？夜。うん、夜リサヒーでね、そうサイドポニーをするんですよ。え、どっち？新名？新名？左。え、でも1曲目がミヒナ隣やな。何歌うかで、ミヒナはこっち。え、どっちでもいいよ。どっちがどっち、どっちにしてる？私は左がいい。右が固定平やったから。オッケー、じゃあ左で。よし、ありがとう。だるま、ハート。ワンタンメンさん、ハートありがとうございます。ありがとうございます。バラ、ありがとうございます。ありがとうございます。え、だからな、お下げしようかなとか思ってんね、三つ編み、うん、けどやっぱどうせやったら N でできひん髪型をしたいから。でもお団子しようと思ったけど、うん、その夜サイドポニーするからさ、うん、一回お団子してからやったらちょっとさ迷惑かなと思って。メイクさんに、私お下げいいな。お下げにしようかな。お昼、カズさん、ハートありがとうございます。そう、待って、みんなも昼お下げにしようと思ったんだけど、昼より恐れになっちゃう。ラをやめるとな。え、いいよ別に。うんうん、なんかいいなと思っただけだから。え、何これ、かわいい。プリキュア。ひとり先生さん、極みひな、ありがとうございます。8期多いんでね、嬉しい。とあるところでみひな以外の8期が集まるところなんで見てください。みひな以外、うん、最悪。極みひなすぎ、これめっちゃかわいい。見て、すみちゃん、ありがとうございます。マジで緊張すんねんけど。コップ、ハート、ありがとうございます。みひなは初 B2 です。初めて与えてくれる。え、嘘、アジサイちゃん。え、コブじゃない？でもアジサイじゃない。季節、うん、まだ。でもアジサイ早くない？冬やん。6月か。うん、めっちゃ気になる。なんとも、なんか日々湯飲みみたいな。久しぶりです。これなんか黒、まあ、いいや。マシュマロ、なるほどね。ホワイトデーだからか。ああ、なるほどね。ありがとうございます。日向浩二さん、プリキュアありがとうございます。まさしさん、まさし、マシュマロありがとうございます。マシュマロって嫌いって意味らしいで。ああ、言うな。バレンタインで私みんなマシュマロ大好きやから、みんなマシュマロちょうだい。みんなに嫌われる。めっちゃ緊張してます。ホワイトデーは作るつもりある。なんだ、皆さん聞いてください。私毎日投稿してるんですよ、 TikTok。 3日で終わると思って。そう、真似してきた。1週間続いてる。みひなの真似してる。春休み期間だけやから、こう入ったら多分なくなるんだけど。バキューンさん、テルマありがとうございます。キムマミさん、マシュマロありがとうございます。え、そう、めっちゃ緊張してて、なんかなぜかって言いますと、分からへん。なんか生は全然緊張せへんかったね。あ、そうなんや。本番前まで緊張せへんかった。リハとか全然緊張せへんかったけど、うん、なんか今日、昨日からずっと緊張がやばくて。絶対 N でやるときに緊張すると思う。で、N、もひこさん、プリキュアありがとうございます。マシュマロありがとうございます。マシュマロ、いや、マジで怖い。緊張しすぎ。大丈夫、楽しいよ。楽しいけど、うん、楽しそう。体力やばそう。昼夜やからな。まあでも昼夜の分、昼できへんかったところを夜で改善できるから、まだ、うん、それがいいところ。ね、あの衣装可愛いから着れるの嬉しい。マジで。ほんまにオープニング衣装はマジでめっちゃ好き。みんなできにさ。そう、だからみんなずっと言ってんね。その B2 の衣装の、うん、あのあれが送られてきた、うんうん、イラストが送られてきた時からずっとあの衣装が着たいって言ってて、今日叶います。可愛い。パステルやしでマスクやし。そう、めっちゃ全部可愛いから。うん、卒業式そろそろやで。やだ。
私は小学校のに戻りたい、保育園に戻りたい。保育園でさ楽しかった勉強せんくてよかったん、知ってる、勉強編でよかったん。小4ぐらいから人生やり直したい。小3小4コロナからやり直したい。小5小6が一番楽しかった。え、でもコロナやったやん、修学旅行とかもなかったからさ、うん、あ、なかったなんか2回の遠足になった、それが。あー、なるほどね。姫線に行ったのと、もともとはあの兵庫県に行くつもりやって2回目の遠足な、うん、キッザニア、うん、そう、兵庫やんな、行くつもりやってんけど無理ってなって、コロナで緊急事態宣言がなんか兵庫来んなみたいな、うんうんうん、時期やったやん。だから、でも延期にしたら行けへんくなる、なる可能性があるから、うん、大阪のスケートリンクをでかいの1個学校で貸し切って、え、スケートできひんとどうすんの。え、みんなもスケートできひんけど友達にずっとこうやって行けるってこと自体がな、うん、まあ確かに。みんなだって絶対延期になると思ってたからさ。小5は正直言ってそんな被害受けてないねんか。確かに学校がすぐ途中で、そうそうそう、終わっちゃったから。え、悪さも近かったくない。え、全然どっちかというと学校休みでラッキーぐらいの電車で、嘘、ずっとおばあちゃんちで、やってんけど、おばあちゃんちでずっと髪こうしてた髪髪髪髪。え、休校うつすぎてんやけど、なんか声もんみたいな。したなんかちょっとさっきからずつ気になってんねんけどさえ、なんか休校嫌すぎて、まず一人でお風呂入る前にスマホ見てたら休校みたいに TikTok で流れてきて、うんうん、で、なんこれと思って、信じてなかった、うん、関係ないと思ってて、けどなんか休校、明日から明日し終業式ですみたいな、なんて先生泣いてた。そのクラスが終わっちゃったから途中で、はい、母さんありがとう、ありがとうございます、ペンギン、うん、小5と小6の先生が一緒やってん。分散登校とかやばかったくない。あーった、半分に分かれてすっかすかの教室でやった。小6の最初と中1の夏休み明けぐらい分散登校やって。中1もあった。そう、小6が4月5月多分なくて、6月が分散登校半分、6月7月で分散登校して、前半はで、後半にみんなで登校してやって、夏休みが短め、めっちゃ短めでやって、うんうん、で、そっからでも普通楽しかった。なんかそれはマスクとかもあったし、けど修学旅行行ったし、いいな。5年生、あ、でもスキーキャンプはなくなった。スキーがなくなった。キャンプは5年であった。スキーがなくなったのが悲しくて林間学校は5年生でも、その林間学校はコロナの影響受けてなくて、6年生はそう、平場やっけな、なんかどっか県外に行く予定やってんけど、うん、県外があかんってなって、兵庫県から出るなみたいな感じになって、あ、そうか、ネスタリゾート行った。めっちゃいいやん。楽しかった。姫線も楽しかったで、あの、うん、サファリと、なんかな、何やったっけな、中1の分散登校で、これめっちゃ今思ったらめっちゃ楽しかったなって思うんだけど、分散登校結構鬱やって、嫌やって、だってさ3時間しかないしさ、友達と会えへんやん。で、頻繁になんかクラス替えみたいな感じでチームが変わんねんけど、毎回見へんだけなんか外されんねん、なんかいいグループからなんか毎回こう学年通信来てみたら、なんか毎回え、みんな A やのに見るだけ B やねんけど毎回なってて、で、なんかでもその会えへん子らに1ヶ月ぐらい会えへんかったから、黒板とかに誕生日の子おったらなんか丸々誕生日おめでとうみたいな、最低で午前が来てみたいな、で、午前の人らで写真撮ってそれを通信載っけてもらってそれ見るとか、その椅子の上にあの付箋に手紙書くとかしてた。なあ、あれは青春でしたね。中学校はほんまに1学期は部活ができなかったのが悲しかった。試合メンバーだけってなって、1年生ももちろんさ、2、3年がおったら1年生外されるやん、なんか1年生はなんか帰ってみたいな感じで、みたいな。楽しかった。部活楽しかったな。楽しかった。なんか青春してた。うん。マジでそう。部活にパン持って行って怒られたり。パン屋だけやったらまだいいけど、なんかお菓子とか持って行って怒られたりしてたな。みんな、あれや。夏休みめっちゃ頑張って行ってた。うん。みんな見過ごしたこともありました。夏休みの部活が一番楽しかったな、なんか。小5小6が良かったの、なんか、コロナの影響はいつもみんな仲良かったし、5
561が一番楽しかったよ。先生好きやったし、もう先生好きやったってやっぱ大切。うん、かわいい。シンシンさんが買いました。マジでかわいいな。うん。そう、シンシンさんはそんなかわいなかったからわからなかったけど、同じチームになってマジでかわいいと思って。マジでかわいいな。ほんまにかわいいわ。なんか部活ほんまに楽しかったな。青春時代。うん。思い出す。でもさ、中3って結構青春時期やん。うん。中2がさ、何も楽しめへんかったからさ、うん、中3が一番めっちゃ楽しい。なんか中2はほんまにここ入ってさ一番大変な時期が中2やったから、うん、なんか何もコンサートとかも慣れてないからさ、うん、全然楽しめへんかったけど今楽しい。めっちゃ中3が中1の終わりに生バトルが入ってなんかすごい病んで、 でそのままで中2行っちゃったからなんかすごい中2もなんかうんって感じだったけど、でも中3はそう慣れたから、うん、いいよね。なんか楽しかった。私立のさ、うん、入試の前日とかさ先生がお守りみたいな、あーこっち全員卒業式やもん。え、マジでいいよ。ほんまにいや、小学校の5、6年が一番良かった。ほんまに5年生が一番な気がする。うん、コロナもなく、中コロナもなく先生好きやったし、うん、クラスメイト好きやったし、民間学校めっちゃ長かった。4泊とかしてえぐえ、みんな1泊でお風呂入れへんかって。4泊とかしてもマジで楽しかった。充実してた。うん、保護だけなんかな。弟はめっちゃ短縮されてた高校で、あの高校でマジで高校楽しみ。高校青春してくる。絶対青春する、うん、もう絶対青春する。ほんまにほんまに4泊ほんまに楽しかった。肝試しとかして、肝試ししたでしょ。キャンプファイヤーしてカレー作った。あ、カレー作った。あの魚つかんで、ね、キモ魚つかんでなんかアイス作って、めっちゃいいや。楽しかった。なんかほんまに山やからさ、ムカデとかさ、うん、おったおった。なんかさ、トイレ、友達の付き添いでトイレ行ってて手洗ってたら、うん、なんかゴキブリ、なんかゴキブリっぽいやつが飛んでて、でうわーってなるやん、そりゃ、うん、そしたらさ、そのキャンプカウンセラーの人がさ、うんうん、なんかティンカーベルだよみたいなティンカーベルは絶対嘘やろ、なんかそんな怖がらなくていいよみたいなマジでもうめっちゃ気持ち悪かったそう、でも確かにティンカーベル、いや、ほんまに虫と共存やって、その一日マジで嫌やった、それが、うん、ほんまに。そう、小学校の時は先生も好きやったし友達も多かった。中学校は先生そんな好きじゃないやんと友達がいないので、うん、かわいそう。そうだから中学校、高校は頑張って先生を好きになるわ、うん、好きになるのは無理やな。いい先生に当たることを願うのと友達作る。儚い女は賢くないとあかんから。儚い女です。こう、そこ分かるって聞かれた時に、うん、スラスラ答えなあかんねん。どういうこと、何儚い女を目指してんの、うん、なんで。え、いいやん、中二病やから。中二病隠したい無理よ、溢れてる。え、とりあえずニコニコしとこう。うん、目合ったりしたらなんか、うん、学んだから。私はゆいなさんにレクチャーしてもらった、うん、友達の作り方を。どこ中で、どこ中学校じゃなくて、まずどこ中って聞くね。なんでどこ中、え、どこ中、バルバル中。あー、え、なるほどね。あ、私あのどこどこ中やねんけど、え、入学式めっちゃ楽しいじゃないえ、めっちゃ緊張するよな。え、連絡先交換せへん。はい、で、連絡先交換。いやいや、それはちょっといけない。いや、でもなんかまあそうやね、ミーナだってインスタがないから。ああ、そう、 LINE しかないんだよね。 急に LINE ちょっと難易度が高いね。うん、入学先を交換してたらこっちの勝ち。確かにそれだと、うん、報告するわ。なんかもう雨かなんかで、今日は私は何人に勝ちましたって、うん、楽しかった、楽しい。ほんまに賢いは賢いから絶対授業ついていけると思うし、だから
地震、謎の地震聞かれた時にスラスラと答えて、クラスで一番は坂本でしたって言われるように頑張ります。頑張れ。ちなみにクラスの最高点は坂本で100点ですね。おー、はい、これ目指す。あとは体育の時に運動できへんけど、うん、頑張ってるやん、頑張るねん、うん、まあ可愛く頑張る。無理やねん、それが持久走とかなっちゃうねん。バフバスケとかさ、いけ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 なるからさ、うんうん、無理だ、いけいけいけ頑張って。いや無理無理無理自分で言っててめちゃくちゃどっちとかもさ大盛り上がりやったもん。学年最後の体育がどっちやってんけど、うん、男女混合でめっちゃおもろかった。どっちとか準備大会とかなかったな。うん、なかった。どっちはあのコートがあるやん、うん、コートの端っこに立つね、うん、で見とくねん。おるよな、そういうやつで。そしたら大体気づかへんからみんな、うん、外野に負けてるやつ。そう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 、私外野ですよって顔すんねん、うん、だから外野の顔をしていけいけって言うねん。だから敵の応援をすんねん最悪ということでバレないんで、そしたらあの気づいたら残り3人とかなってて、あ、やばいみたいな、やばいみたいな、強い強い私みたいな、あ、やばいやばいやばいになるから。おるよな、頭に。そうだから適度になんか適度にこう頭がいい人に大体ボールが当たった時にあと優しく当ててもらう。いいな、もううわーって全然走り回ってるタイプですぐ当てられる。怖いやん。そうなんかさ、弱いボールが当たるのは全然いいねんけどさ、なんか全速力のワードが当たったらさ嫌やん。えみたいな、痛みたいな、痛くない痛くないのでね。ニーナの学校はボール3個で、え、柔らかいボール2個と、なんかでっかいバランスボールいやね、なんかバランスボールこう投げるねんけどさ、手つるねん、うん、でさバランスボール超えてたんねみんなめっちゃおもろくない？だからあかんねん。だからなんか久しぶりやな、二人でショールームするの。うん、ほんまに陰キャを脱出する。さあ脱出チーム N、 脱出しよう、頑張ろう。ちょっと世の中の中3の高校デビューをしたい皆さん、一緒に頑張ろう一緒に頑張ろう。多分見てないけど見てるかな、同い年の人見てますか。頑張りましょう。でもたまにいるよね、同い年の人。そう、公園とかにもね、たまに同い年みたいなの作れる方がいるんですか。見てる？同い年おる？見てる？一緒に頑張ろう同い年もうほんまに高校デビュー知られすぎてそういうことしか流れてこない友達を作り方みたいな。まず入学式の時は隣の子に話そう、どのことどのことだよ。でも大体そういうのってさ、なんか、うん、インスタ交換しようとかさ、むずくない？そう、連絡先を交換するってすごいハードルが高いの、思ってるよりハードル高いし、ね、だってさ、クラスラインとかもともと入ってなかったし、もちろん中学校は、もちろん入ってなかった。いいのな、ちょうど昨日あやぴょんと話してて、なんかクラスの打ち上げがみたいな、でリサの話になって、でなんかリサも打ち上げ行くやろみたいな言ったら、いやあの子は行かんやろみたいな、打ち上げがあるってことを知らん。そうで言ってて、打ち上げってあんのかな。でもクラスライン入ってたら行くやろみたいな言ったら、いやリサがクラスライン入ってるなんてことなんてあるわけないじゃんクラスライン入ってたけど、クラスラインが消滅した。なんかみんな退会させられた、一人のとある陽キャ男子に。絶対新しいの使われて。いやでも友達とつながってるから、陽キャのどの子がクラスライン入ってたら私も入るから大丈夫大丈夫、クラスラインは大丈夫。クラスラインですよ、クラスラインに入るでしょ、クラスライン、クラスラインだから、まずクラスラインに絶対にできた日に入るっていうのが目標。うん、クラスラインは打ち上げかへんの？打ち上げってあるの？あるん？友達が行ったら行く、一人は心細いから。なんかみんなもおいよお前らって言ったね、友達に。友達が行ったら行く心細くなかったら行く。周りが陽キャばかって、何どういうところ、サイズとかするところ、焼肉、サイズなわけない、お高いで、中、普通やろ、中学生やん、うん、お小遣いで、うん、割りか、うん、食べ方じゃない、食べ方、親おらんやん。待って待って、テスト終わりとか友達が焼肉行かん、行かん、テスト終わり、
え、毎回言ってんだ、テスト終わったら。え？パニック。テスト終わったら。What's panic？ 友達と焼肉。そんな高くないで、あの安いところ。いやでも高い、サイズの方が安いよ。それそうやん。サイズはあの打ち上げとか頻繁、いつも日常。友達とご飯行ったことないのはどうしたらいい？え、テスト終わりとかみんなで話して帰るだけ。え？え、打ち上げしたことある人？はい、ある人。え、嘘、ちょっと悩む。え、我がクラスの打ち上げとはあるんですか？我がクラス絶対あるって。中学で焼肉の考えがないよね。え、サイゼマクドぐらいやねんけど、ガスト嘘やん。え、打ち上げって大体焼肉、ほら、リサちゃんに共感やで。待って、ほらそうだよ、打ち上げって大体焼肉やろ。ほら、焼肉はエグいって書いてあんで。え、サイゼやんな。え、焼肉ってちょっとお高いって。カラオケはわかる、カラオケはまだわかる。エグくないですよね、伊藤さん中学生の時には行ってなかった。ですよね、焼肉はエグい。卒業の打ち上げとかって焼肉じゃないんですか？高校ですよね。あら、焼肉は高い。うっそ。ほら、中学で置いてないよな。待って焼肉普通中高で。皆さんのさあれですよ、月日の流れですよ、見てる皆さんの。焼肉は社会人からだよ。いや、でも高校、うん、あ、卒業の時は焼肉食べ方、うん、カリスタジオ借りてパーティーやって。ボーリング、なるほどね、はい、ボーリング確かに。でも我が家の近くにそんないい感じの焼肉がない。なんか、え、マジか。当たり前のように焼肉やって、焼肉クラスの打ち上げもやし、その仲いい人らの卒業する前の遊ぶところも焼肉にする。子供だけでご飯に行くって概念がない。それはない。で、親おんの？いや、それはないっていうか、その考えがない。あ、考えがないっていう考えがないってこと？そう。え？何かあるごとに毎回ご飯行ってる。受験合格おめイエーイ。お金なくなるやんえ、そんな世界とかいかん。いやいや、たくさん行ってたら安いところでもお金なくなるよ。え、アクスタ1500円すんねんて。いやいや、それ買おう。だから晩ご飯やからさあー、まあ確かに焼肉やで、焼肉やで。親としか行かんもん。え、待って、待って、待って。え、ちょっとじゃあ今年の目標、あ、高校の目標、打ち上げに行くで。え、待って、だってそんなに当たり前のようにみんな焼肉、アンケート取る前から焼肉って決まってたで。え、打ち上げ、え、テスト終わりとかみんな結構、部活の打ち上げとかもみんな焼肉行ってるし、体育祭の後とかもみんな、体育祭の後公園やった。え、みんなもそうやった。帰ってきた。みんなもそうやった。体育祭の後でペラペラ。あ、そうか、学生やったら安いんか。なるほどね。焼肉はちょっとびっくりだよ。大学生とかだよ。サイゼがそのすごい安めのファミリーレストランか。え、え、すいません、質問、あの打ち上げ、中学の打ち上げで焼き肉って普通ですよね。嘘だ。焼肉は中学は早いですよえ、焼肉以外知らへん、逆にみんな。サイズだって、サイズって打ち上げする場所じゃない。サイズだよね、他人のせいで。食べ放題なら、ほら、食べ放題ならやってですよね。だって焼かなきゃダメじゃないですか。誰が焼くのって話ですよ。どういうこと？誰かが焼くじゃないですか。そしたらその焼いてる子食べれない。いやえ、だってさ、ちゃうで、30人1個のテーブルに集まるわけじゃないねんで。うん、えからさ、次焼いて人食えばいいやん。すごい気まずくない？わからんって顔されてます。陽キャだ、陽キャの肌ですね、決まりは。いやスタッフさんに聞いたら、食べ放題なら、まあ普通って言ってましたね。意外だわ。ちょっとびっくりなので、ちょっとこのびっくりを公演に持っていきたいと思います。ランキング思いますそんなに、ええ、ちょっとみんなに聞こう。え、びっくりしてる。ちょっと私のクラスの打ち上げがあるかどうかだけの存在ぐらい、存在があるかどうかだけぐらいは聞いてきますわ。
あるやろ絶対。かもしれん、分からへん。絶対2年生は絶対あったな、あのクラスの雰囲気からして 100% あったクラスの雰囲気。でも今の学年クラスなんかそんな感じの雰囲気じゃないから、ない可能性もなきにしまる。絶対去年あったな。うわびっくりんちゃびっくり。はい、泣きました。13位つつみさんありがとうございます。12位ボンさんありがとうございます。11位犬さんありがとうございます。10位キムマミさんありがとうございます。9位ミノルさんありがとうございます。8位あいみくんは減量中さんありがとうございます。7位なおてんありがとうございます。6位ガチのスイスさんありがとうございます。5位つらさんありがとうございます。4位タツさんありがとうございます。3位柳さんありがとうございます。2位 KN さんありがとうございます。そして第1位ジンくんありがとうございます。リサが打ち上げを開催する、あら夜公演待ってます。リサが打ち上げを開催する側になればいい。何だろう、そんなこと。え、じゃあ高校卒業した時にできたら言うわ。報告する、高校開設する側になりましたって報告しますね。はい、陽気になります。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。13位ひとよさんありがとうございます。12位ゆじんさんありがとうございます。11位バキューン